小林誠也と安田雅史のはじめの2分。皆さんこんばんは、小林誠也です。今回も僕らの番組を聞いていただきましてありがとうございます。安田雅史です。節分も終わり、暦の上では立春ということなんですが、はい、いやね、今年はちょっと家実家に帰れなかったんですけど、はい、自分のその節分のなんていうんですか、いつもやってることなんですけど、はいはい、こう自分は団地に、実家が団地なんで、はい、こうベランダから豆をどれだけ遠くに飛ばせるかっていうのを弟とよく競うのがすごい好きで、はい、すごいですね。なんかそういうのが毎年やってたんですけど、今年ちょっとできなくて残念だなっていうのはありますかね。安田さんはなんかそういったもの、なんか自分独特のみたいなありますか？僕の、安田家ではですね、はい、まず、まあ、基本は家族全員で外で豆まきをするって、はい、お庭外って言って、でもう外で全部やっちゃう。もう外で全部やっちゃいます。へ、自分の家は庭があるので、あ、なるほど、それ向かって、そこでですね、庭の中に収まるようになって、はい、で深うちはちょっと家に入らない程度に気持ちいい。でそして、母親が、はい、毎年、恵方巻きを、はい、一から全部一人で作って、家族全員分作って、それをひたすら今年の方角を向いて、あー、はい、ってみんなで食べるっていうのが、まあ、安田家の毎年の節分ですね。それがいいですね。なんかこうお母さんの作った恵方巻きを。そうなんですよ。またそれが美味しくていや、あ、すいません、はい、ですよ。それでは改めまして、この番組、はじめの2分、パーソナリティを務めさせていただきます、私小林誠也の自己紹介をさせていただきますと、1996年熊本県で生まれ、現在俳優として勉強中です。いろんな番組 CM などのエキストラに参加のほか、上演作品の DVD ジャケットデザインなどを担当させていただいたりと、役者以外にもいろいろとパフォーマーとしてチャレンジさせていただいております。将来はできれば幅広くいろんな分野でマルチに活動したいと頑張っております。お願いいたします。はい、あ、すいません。いい、私安田雅史も、1996年生まれで、栃木県出身です。高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、現在は小林さんと同じようにエキストラや、たまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。将来は、俳優として皆さんの記憶に残るシーンに、一作品でも多く出演していきたいと思っております。今回もどうかリスナーの皆様の温かい、そして広いお心で引き続きこの番組をお聞きいただきますようお願いいたします。僕たち2人でより多くの方に聞いていただけるよう頑張ってまいります。それでは最初のコーナーは、マー君ジャスト50の一人旅のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が、毎月山手線の田端駅からスタートして、指定する駅に目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような生き方をご紹介させていただくコーナーです。はい、ちなみにちょうど50駅にするために、行きと帰りのルートは変えることがありますこと、ご容赦ください。今回訪れたのは東京のおしゃれスポットの一つ、吉祥寺です。お、はい、まあ、まずなぜ吉祥寺に行ってみようと思った理由はですけれども、はい、先ほど申し上げた通り、おしゃれスポットであるとともに、はい、よく情報番組などで東京都の住みたい街ランキングに必ずと言っていいほど上位に名をつなれている、吉祥寺は、はい、実はどんな街なんだろうかすごく気になっていたんですね。はい、まあ、ここまでは、お話しさせていただいてお気づきの方も多いと思いますが、恥ずかしながら栃木県生まれの私安田雅史、実はちゃんと吉祥寺に行ったことがありませんでした。あ、そうなんですね。はい、それも正直田舎者のちょっとした下心も今回訪れた理由の一つなんですけれども、はい、まあ、生き方のルート説明の前に、吉祥寺について簡単にご紹介させていただきますと、はい、JR 中央線には、高円寺、吉祥寺、国分寺と、中央線サンデラと呼ばれる駅があります。はい、まあ、国分寺、高円寺はそれぞれ同名のお寺が、ありますが、はい、吉祥寺の町には実は
吉祥寺というお寺はないんです。あ、そうなんですね。はい、でこの吉祥寺の名前の由来はと申しますと、はい、今から560年ほど前に遡ります。はい、1458年に室町時代の太田道灌が江戸にお城を作ろうと考え、はい、それが後の江戸城や今の皇居につながっていくわけですが、はい、その際に井戸を掘ったところ吉祥造城という刻印された、はい、金印が発見されました。はい、そこで城内に寺を建立し一隅を設け、吉祥寺と表したのが始まりと言われています。はい、吉祥寺はその後一時今の水道橋近くの神田台や、はい、駿河台など、まあ、文京区、はい、本駒込に移転しましたが、はい、1659年に現在の武蔵野市に落ち着きました。へー、吉祥寺の歴史的背景はまあこれくらいにしておき、はい、今回の田端駅から吉祥寺駅までのルート説明に移りたいと思います。はい、携帯の行き先案内アプリなどで検索してみますと田端駅から JR 山手線で新宿駅まで行き、はい、そこから JR 中央線に乗り換えれば吉祥寺駅に到着します。そうですね。まあ、はい、このコーナーのルールですと通過駅もカウントされますので全部で片道16駅です。まあ、ジャスト50で行くためにも、まあ、今回は違うルートで行ってきました。はい、まずですね、田端駅から先ほど説明したルートは逆方向の東京行きの、はい、乗車し東京行きの山手線に乗車して、はい、上野駅まで行きます。はい、そして上野駅から上野東京ラインに乗り換えて、はい、新橋駅まで行きます。はい、その後新橋駅からもう一度山手線に乗り換えて、はい、今度は代々木駅まで行きます。はい、そして最後に代々木駅で中央総武線に乗り換えて吉祥寺駅まで。なるほど。はい、このルートで行きますと片道25駅のため、はい、同じルートで帰ればジャスト50で行くことができます。はい、通常のルートですと40分もかからないんですが、はい、このジャスト50ルートで行きますと乗り換えがなんと、はい、まあ、4回もあるので、そうですね、倍以上の80分ほどかかりました。お、まあ、そんな時間の無駄遣いとツッコミが入る覚悟で、まあ、初めて行った吉祥寺、田舎者の僕には全く似合わない、過去このコーナーで行かせていただいたどの駅よりも僕に馴染まないというか、想像以上に大都会で、はい、駅前は本当にたくさんの人があふれかえっており、はい、駅前からおしゃれなカフェがたくさんあるという勝手なイメージをしてまいりましたが、まあ、意外にも、まあ、居酒屋も多くて驚きました。そんな吉祥寺、私はもしかしたら皆さんのイメージ通りかもしれませんが、はい、せっかく吉祥寺に訪れたということで、これまた有名な井の頭公園を訪ね、あ、はい、まあ、一人楽しく、まあ、そうです、決して一人寂しくではなくあくまで楽しく、楽しく、決して負け惜しみではありません、はい、一人で散歩をしました。はい、まあ、ファッションや家族連れ、サラリーマンの方や僕みたいな、はい、田舎者も包み込んでくれる井の頭公園もある町吉祥寺、はい、もしかしたらそれが住みやすい町ランキング上位の秘密なのかもしれません。なるほど以上、今月のマー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。プチタイムスリップのコーナー。このコーナーはちょっとだけ昔懐かしい感じのするものや習慣文化、日用品や食べ物などについて意外と知らない歴史やエピソードを紹介させていただくコーナーです。はい、今回も小林さんがいろいろリサーチしてくれていますので早速発表していただきたいと思います。小林さん、よろしくお願いします。はい、今回のテーマは、はい、この番組をお聞きの方もしくは周りにいらっしゃるんじゃないでしょうか。大学受験についてちょっとタイムスリップしていただきながら豆知識もご紹介させていただきたいと思います。まあ、昔の、大学受験の話になりますが、はい、まずね、こちら、昔の大学受験は共通一次試験というものがありました。共通一次試験、はい、1979年1月の13日と14日から、1989年1月の14日から15日までの11年間実施されていたものなんですね。はい、でまあその共通一次試験なんですけど、このフランスの受験システム、バカロレアというものを参考したものだということで言われてるんですけど、はい、まあ後で説明します。はい、その
試験なんですけど、はい、私立大学ですでに採用されていたマークシート方式を採用されたことで、はい、全国の高校でマークシートの練習会が行われたりなどございました。で当初、全国の国公立の大学及び産業医科大学の中から1校、まあ、1学科のみ、はい、志願して、二次試験、はい、本試験を1回だけ受験することができるという、大学受験制度があり、はい、共通一次以前は、1期校2期校という2区分から、はい、1校ずつ受験できたんですが、はい、共通一次によって、はい、国公立大学は1校のみしか受験できないという、はい、一発勝負方式が受験地獄をかまされせる、まあ、はずの、新基軸として採用されたんですね、はい、でその、後半の、1987年1月の24、25日のからの、3年間は、二次試験での、二次試験の日程別にグループ分けされた、全国の国公立大学および産業医科大学の中から最大3校3学科を、志願して、先ほどの二次試験本試験を、最大3回受験することができるという、大学受験制度に変わりました。でその後、1990年以降は、はい、共通一次の実施責任者の、はい、大学入試センターによる大学入学者選抜大学入試センター試験、はい、まあ、いわゆるセンター試験が、はい、なるほどなるほど、はい、例年1月の、はい、13日以降の最初の土曜日と日曜日の2日間にわたって行われるようになったという感じなんですね、はい、そうなんですね、はい、もう本当難しい言葉をバーッと言ってましたね。まあこれはまあ日本の大学試験なんですけども、はいはい、まあ、外国の大学の入試だと申しますと、はい、中国ありますね、はい、中国はもう本当人口が多いので、本当大学の進学率はそれほど高くはないんですが、競争がとっても激しいんですよね、はい、もうあの大学の入試を、中国では全国普通高等学校招生入学講師と呼ばれております、はい、そうなんですね、はい、まあ、実施日は欧米と同じく9月に入学のため、毎年そうなんです、ね、6月と7月7月に、行われております。で日本と違い、はい、大学や専攻ごとの試験は原則行われず、はい、この試験結果のみの合否で判断されるため、社会的注目度や受験生のプレッシャー、親の力の入れようが本当に強いんですね。結構こうニュースで目にすること多いんじゃないでしょうか。で、まあ、先ほどちょこっと話しましたフランスの、はい、大学入試バカロレアなんですけど、はい、バカロレアはフランスの大学などの、高等教育機関に入学するための資格、まあ、およびその国家試験のことなんですよね、そのバカロレアというのは、はい、でそのバカロレアなんですが、はい、1808年にあの有名なナポレオン・ボナパルトが導入したんですよね、はい、そうなんですね、はいはい、結構そういう歴史があるんですよね。で続いてドイツ、はい、ドイツがですねヌメルス・クラウズスという、はい、大学入試なんですけど、はい、これはまあ全国的な入学制限の制度というまあ意味もあるらしくて、はい、でその、ヌメルス・クラウズスの適用学科でも、定員数の一定割合は外国人希望者用に割り当てられておりまして、まあ、その枠を持っておくことによってこの外国人がドイツの総合大学で学ぶことを、できるようにという重視をしているためそうやって割り当てがされているそうです。はい、はい、すごいですねそれは、はい、続きましてアメリカ、はい、アメリカは AST と呼ばれる、はい、大学入試がありまして、でそれはアメリカ合衆国の学校制度が、高校卒業までが、義務教育機関として設けられているんですよね。でただそれなんですけど高校によって学力に差があって、成績の評価基準もこう学校によって異なるため、はい、もう4500校余りの高等教育機関からなる
大学評議会が、はい、標準テストを実施して、はい、そのスコアで、はい、生徒の大学受験の合否を決定するという感じなんですよね。はい、続きまして、はい、韓国はですね、本当にすごいプレッシャー、もっと中国よりもすごいところでして、まあ、大学入試の、大学修学能力試験というのがありまして、はい、まあ、国公私立問わず4年制大学の大部分が、大部分の志願者がこの受験をしなければならないということで、はい、この試験の結果次第で受験できる大学が、はい、そして高校卒業後の人生が決まると言われているんですよね。本当ですかね。もう言い換えれば韓国の青少年におけるもう通過儀礼のようなものなんですよね。で、そのプレッシャーはもう世界一と言われておりまして、もう試験の結果を悲願した高校生や浪人が自殺するといった事件も過去に起きているほどです。 ですね、はい、そしてですね、韓国では、それで、はい、韓国では、はい、日本同様で、はい、試験数週間前から合格祈願グッズが販売されておりまして、はい、中には志願校にくっつくという意味合いを込めて、はい、飴や餅が多く販売されているようです。なるほど、はい、保護者の中には試験当日に会場の門や壁に水飴をくっつける人もいるそうです。また、はい、韓国の寺院では縁起物、まあ、お守りだったりを販売が行われてないんですよね。なので、受験票を持参して合格祈願する保護者の姿もよく見られるそうです。なるほど。試験当日には早朝から各学校の後輩たちがコーヒーやパンなどの朝食を準備して、高校名が書かれたプラカードを掲げて、もう試験会場に入る先輩に高得点を祈願して応援する光景も、もう本当高校の野球みたいな、すごいですねそれは、甲子園のような感じで。でまた時間に間に合わない受験生の輸送が、はい、地下鉄の駅などに待機しているパトカーや白バイ、はい、救急車が協力してもうサイレンを鳴らしながら行われるそうなんですよ ね、 すごいですね。またボランティアの父母らで作られる緊急送迎隊も組織され、バイクなどで受験生を会場まで送り届けることもあるそうです。もう本当にもう一丸となって受験を支持する。温かいですね、なんかすごいですよね。はい、でかつ警察も、はい、試験会場の半径100メートル以内の車両の進入を制限して駐車も禁止するそうです。そうなんですか。本当に国一丸となってという受験も、ね、本当にこう国によって結構受験が変わってだるいというか、はい、もう全然形式も違う異なったりというのはあるようです、はい。まあ、皆さんラジオを聞きの皆様、大学受験の真っ最中の皆様、はい、頑張ってください。いかがだったでしょうか。受験の皆様は今が一番大事な時期ですもんね。そうですね。体調管理に十分気をつけて、改めて頑張ってください。以上、プチタイムスリップのコーナーでした。ラジオでスポーツのコーナー。このコーナーはあまりスポーツに関して得意ではなく知識も少ない小林さんにもっといろんなスポーツに興味を持ってほしいということで、スポーツマン、はい、私安田雅史がまずはさまざまなスポーツ競技のルールをクイズ形式で教えていくコーナーです。ぜひリスナーの皆さんもこのクイズにお耳を傾けていただき、よりスポーツを楽しむきっかけになれば嬉しいです。はい、今回は卓球でのクイズに答えてもらいたいと思います。卓球ですか。はい、まずは卓球の歴史からお話しいたしますと、はい、その起源は、13世紀にフランスの貴族が娯楽として始めたジュ・ド・ポーム、まあ、手のひらゲームに遡ります、はいはい。ただし、テーブルの上でボールを打ち合う現在の卓球は、19世紀後半にイギリスで生まれ発展してきたそうです。もともとテニス選手が雨でテニスができず退屈だったので、はい、室内のテーブルの上でテニスの真似事をしたのが始まりと言われています。初めの頃は長い柄のついたバドミントンのようなラケットとコルクの球を使用し、ラケットには革や紙やすりなどを貼っていました。日本には1902年に、はい、
東京高等師範学校教授の坪井玄道という人が、はい、イギリスからルールブックと用具一式を日本に持ち込んで普及を広め、はい、普及を始めたことを契機に広まったそうです。へー。1938年には国際大会が日本で開催され、はい、元世界チャンピオンと互角に戦ったという記録が残っています。お1952年にインドで開催された第19回世界選手権大会ではなんと7種目中4種目を優勝で飾りました。お1952年から59年の間には日本が優勝した、はい、種目数は24、佐藤浩次選手、はい、荻村一郎選手、はい、田中俊明選手、はい、大川富選手、はい、江口藤江選手、はい、松崎君雄選手と合計6人の世界チャンピオンが生まれ、はい、男子団体は世界卓球5連勝を達成しました。ほう。1950年代日本の卓球は黄金時代だったんですよ。そうですね。そして60年代以降、はい、中国が急速に台頭し欧州勢や、はい、韓国も力をつけ、はい、日本からはシングルスで男子7人、はい、女子6人の世界チャンピオンが生まれましたが、はい、1970年の小野誠二選手を最後に日本人の世界チャンピオンは生まれていませんでした、はい、はい、まあ、そんなかつてのお家芸と言われた現在の日本卓球界ですが、はい、皆さんご存知愛ちゃんの愛称で知られる福原愛選手が一番知られているんではないかと思います。そうですね。当時4歳だった福原選手の天真爛漫な姿がたびたびマスコミなどに取り上げられ、はい、一躍国民的アイドルになりました、はい、昨年のデュッセルドルフで開催された世界選手権の混合ダブルスで見事金メダルを獲得した石川佳純選手は、はい、ロンドンオリンピックのシングルで日本勢男女通じて初めての 準決勝進出を達成しました、はい、また同じロンドンオリンピックで卓球界初のオリンピックメダルとなる銀メダルを福原選手と、はい、平野早矢香選手とともに、はい、女子団体で勝ち取りました、はい、一方男子では、一昨年の、はい、リオネジャネイロオリンピックで、はい、リオデジャネイロ、はい、リオネジャネイロオリンピックで日本人初のオリンピックシングルスのメダリストになった銅メダルを獲得してのエースの水谷隼選手、はい、そして先月そのエース水谷選手を下した若干14歳にして今後の卓球界を担うと言われている張本智和選手など、はい、など多数の若手有力選手が多く卓球界では日本勢が独占していた中国がはい、独占していた表彰台を揺るがし始め、はい、今後の活躍に目が離せないスポーツなんです。そうですね。そんな卓球からクイズを出題していきたいと思います。大丈夫ですか今日は。ちょっと回らないですね。、はい、それでは早速第1問です。はい、卓球で対戦する場合5セット、はい、マッチ3セット選手で勝ちとなりますが、はい、1セット取るには何点取らなければならないでしょうか。これ1セット11点点を先に取った方が勝ちなんですよ。あ、そうですね、はい、よくご存知ですね、まあ、いや中学校の頃卓球部だったんですよ。これでもそうですか。今回ちょっと今勝ってるなと思って。じゃあ第2問、はい、サービスとレシーブは何本交代でしょうか。は2本ずつですね。あ、そうです。まあ、はい、リスナーの皆様に、のために、はい、答えを説明いたしますが、はい、日本交代で自分が2本サーブを打ったら相手が2本打つ、はい、これの繰り返しで卓球のゲームは成り立っています。はい、続いて第3問です。はい、ネットインと呼ばれる、打ったボールがネットに触れて相手コートに入った場合は、はい、いかなる場合でもラリーを続けなくてはいけない。いかなる場合、はい、サーブはネットだともう一回やり直すみたいななんかあれだったんですよね。正解です。ですよね。サービスの場合はやり直しというふうになっております。はい、今日はいいですね。いけますよ。そして第4問です。はい、エッジボールと言われる打ったボールが角や縁に当たった場合は正しいリターンとされますが、はい、台の横の部分に当たった場合も同様であるかはノーカウントというかやった方が、失点をするはずです。は
はい、もう正解です。そうです。よかった。今日はもう満点ですよ。いかがだったでしょうか。はい。今度卓球をご覧になるときはぜひこのコーナーを思い出してご覧になってください。はい、以上ラジオでスポーツのコーナーでした。皆さんもうエンディングになってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。これからも私たちのことをよろしくお願いしたいと思います。それでは初めの2分、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは安田雅史と小林誠也でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。